ことになりますけれども、役和田さん、はい、今日はこの甲子園球場で伝統の一戦にふさわしい最後フィナーレまでね、まあ、結果的には巨人が勝つと当然黒星白星というのはどちらかにつきますけれども ね、はい、まあ、勝敗はもう時の本当紙一重ですよね、はい、でもいい戦いでしたね、いいゲームだったと思います、あ、ヒーローインタビューが宮國に呼ばれています。放送席、放送席、ヒーローは宮國投手で、最後はどんな気持ちで見てました？まあ、信じて見てました、はい、久々のご自身は白星でしたが、このあたりどんな今喜びの思いですか？そうですね、まあ、開幕してから、まあ、チームに、迷惑ばかりかけてたんで、まあ、なんとか勝ちたいという気持ちがあったんで、今日は本当に勝ててよかったです。1ヶ月半ファームで過ごしました。そして迎えた前回、そして今回にやっと白星掴みましたね。そうですね、はい、まあ、今日の勝ちも、まあ、素晴らしい先輩方のおかげで勝てたので、本当に感謝しています。あのマウンド降りるときには原監督から直々に言葉がありましたが、どんな言葉だったんですか？まあ、変わるぞということを言われて、はい、その後しっかりと中継ぎの方々がつないでくれましたね。そうですね、まあ、素晴らしいリリーフ陣がいらっしゃるので、まあ、初回から思い切って投げることができました。まあ、前半戦ではありますが、2位のタイガースとのこの首位攻防戦ということで、これのまた今日のゲーム取ったのは大きいですね。そうですね、勝てたのは良かったです、はい。さあ、宮國さん、自身の次の登板に向けて応援してくれたファンに力強いメッセージをお願いします。そうですね、こういうピッチングが、まあ、どんどん続いてい いかないと信頼も得られないので、まあ、ファンの方の声援のおかげでも今日勝ってたので、これからも応援の方よろしくお願いします。おめでとうございます。ヒーローは宮國投手でした。久しぶりの勝利を飾りました宮國、甲子園球場でのヒーローインタビューに答え、そして巨人ファンの声援にも答えて今ダグアウトに戻ります。それでは勝ちました